こんにちは、エクリプスの前田です。今回ですね、エクリプスから新しいシリーズですね、パウルーラというシリーズで、3種類のタイプのルアーを発売いたします。まあ、基本のコンセプトとしてはベーシックなもので、比較的低価格なもので、作っております。でまず最初に紹介するのがパウルーラのシンキングペンシルですね。 9.5 センチのシンキングペンシル、ゼオ 95S というタイプです。ベーシックなものとしていけばシンキングペンシルで、かなり飛距離が 28g ありますので、飛距離がかなり出るように作ってあります。で必要なところ、やっぱり使うところとしてはやっぱ川の大型河川の遠距離を打たなきゃいけない時とか、あとはサーフでのヒラメマゴチをやるときにやっぱ使いやすいように設計をしております。フォール姿勢がですね、ラインを張った状態だとこうピラ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 っていう感じで落ちるように、こういう風にちょっと固め、なんだろうな、ボディをしっかりこう切って落ちるようにしてますので、ドリフトペンシルとかね、バロール90とかとも使い分けていくと面白い釣りができると思いますので、ぜひ使ってみてください。こちら、ラウ60というシリーズ、バイブレーション、これですね、鉄板っぽいんですけども、実はメタルのフルメタルのバイブレーションです。で小さいので飛距離が出るのと、やっぱり沈みが早いで、全部が鉛なのでやっぱ波動が強いんですね。なんで鉄板と使い分けていくと面白い釣りができると思います。結構低速で泳ぐようにセッティングしてますので、ゆっくり巻いたスローロールとか、僕なんかはスローロールで使ったりとかもするんですけども、そういう釣りにも向いてるように開発してますので、ぜひ使ってみてください。まだちょっとこれ開発中なんですけども、7センチのシンキングミノーです。まあジャストワンオクサイズですね。多分いろんなところで多分使うところが出てくると思いますので、今後の仕様にちょっと注目してみてください。よろしくお願いいたします。